マーク4はアメリカ合衆国が開発した核爆弾マーク3ファットマンを戦後に改良したものである。1949年に生産を開始し、550発が生産され、1953年まで配備された。弾頭部は W4 核弾頭として SM-62 スナークミサイルに使用される計画もあったが、 こちらは実用化されず1951年に開発中止となった。前身となったマーク3ファットマンは戦時に初のインプロージョン型原爆として開発された兵器であり、生産性や安全性に問題を有していた。マーク4は外形や弾頭など主要設計はマーク3と同等であるものの、生産性や安全性について改良が施されたものとなっている。 大きさは直径60インチ、長さ128インチとマーク3とほぼ同じであるが、重量は1800から1900ポンドとマーク3の1200ポンドよりやや重くなっている。安全装置はインフライトインサーションというものであり、航空機に搭載中は核物質の一部を取り外し、事故の際でも臨界に達しないようにしている。これは、 初期のアメリカの核爆弾に共通した装置であるが、マーク4から取り入れられた。安全装置の解除は、爆弾内部にアクセスし、核物質を所定の場所に取り付ける必要がある。マーク4は、核分裂反応によるものであり、核物質として、ウランプルトニウムの混合物をピットに使用していた。ピットの形状は、アメリカの核兵器の規格で、タイプ C 及びタイプ D のものであった。 いくつかのサブタイプが存在し、威力は、それぞれ1、3.5、8、14、21、22、31キロトンであった。B-29 や B-36 のほか、アメリカ海軍のアージサベージにも搭載された。なお、マーク4の成功を受けて、後継のマーク6が開発されている。1950年、カナダ上空での輸送中の事故により一行、 空中廃棄し、現在も見つかっていない。ただし、プルトニウムは含まれていないため、核爆発の恐れはないとされる。ありがとうございます。